今回裁くのはごっこ。正式名はホテイウオ。七福神のホテイ様に似ていることから由来して名前がついております。特徴はお腹についている吸盤とこのぬるりとした見た目です。北海道の津軽海峡が主な産地で、冬にしか味わえない郷土料理ごっこ汁が有名です。ごっこをさばくには下処理として熱湯を皮目にまんべんなくかけます。すると皮目のぬめりがきれいに取れます。すぐに流水で洗い流すと、きれいなツルツルお肌になってさばきやすくなります。次に卵を取ります。お尻の膨らんでいるところに包丁で切り込みを入れるだけで卵が溢れ出しますので、ザルを用意しておきます。ごっこはこの卵が体積の半分くらいを占めているのも特徴の一つです。卵もごっこ汁の具材として全部使うので、卵をこぼさないようにザルに入れます。卵です。量が体の半分くらいが卵です。袋に入ってるかな、ちょっと膜に、うん、膜も、膜は食べれるかどうかわからんけど、ちょっと試してみようと思います。このごっこの寿命は3年ほどで、産卵後お亡くなりになります。その産卵時期に浅瀬の岩場に集まる習性を利用して漁が行われます。ちなみにメスがやや高値で、オスは卵がない分安くなります。では卵を取り出してスリムボディになったごっこをさばいていきます。まずは吸盤部分を取ります。吸盤も食べれるので残しておきます。お腹も開き、肝と胃袋、腸を取り出し、これも食べれるので取っておきます。ごっこはクラゲ類を食べているせいか、胃袋と腸は臭みもなく綺麗な状態。アンコウのように体のほとんどが可食部になるので、ヒレも取らずに置きます。次にエラを取るために頭の方まで開きましたが、先に歯がついている口先を切り落としておきます。そして下顎を開き、エラを取り出します。エラは手でちぎり取れます。このエラと口先はさすがに食べれませんので、捨てる方に置きます。あと血合いのような内臓も取り除きます。これであとは切っていくだけです。熱湯をかけたので、柔らかい軟骨状の背骨が曲がってしまいましたね。ムササビのような状態になっております。それにしてもほとんど身が少ない変わったお魚です。では身を切り分けていきます。まずはハラミ部分だけを切り取ります。身と皮はコラーゲンを多く含み、ブヨブヨしていますので、素早く包丁を引いて削ぐようにして切ります。反対側も切り取ります。ちなみに腹は黒い方が身で、白い方が皮目になります。背側の身と頭だけになり、シュモクザメみたいです。頭を落とします。背骨も曲がるほど柔らかいので簡単に切れます。ここで皮を剥きます。皮はブヨブヨで厚みがありますので手で剥きます。先ほど切り取った腹の身も皮を剥きます。少し力はいりますが、熱湯でぬめりを取っているので滑らずに剥けます。腹側は皮と身が半々くらいの比率になっていますね。別に皮と身を分けずにそのまま料理に使えますが、食感の違いを楽しみたいので剥いておきます。これで部位別にきれいにさばけました。あとは汁物用に一口サイズに切っていくだけです。頭も硬い骨はなく、軟骨ばかりで柔らかく、簡単に家の包丁でも切れます。次に皮を切ります。ブヨブヨのため押し付ける切り方では切れません。素早く押して引く切り方がおすすめです。その次の身の方も同じ切り方です。クラゲを主食にしているせいか、身もクラゲみたいですね。
コラーゲンたっぷりのプルプルの身の食感が楽しみです。最後に背側の身も背骨がついたままぶつ切りにしていきます。背骨ごと簡単に切れます。ごっこをさばくのは骨ごと適当な大きさに切るだけなので、見た目と違いすごく簡単なのがお分かりいただけたかと思います。ではごっこ汁作りに入ります。まず大量に取れた卵を水洗いして余分なぬめりを取ります。熱湯をかけるのもいいと思いますが、身も卵も全く匂いも癖もないので、そのまま使っていいと思いました。お鍋の方は昆布で出汁を取りつつ、根菜類から先に茹でておき、次に火の通りが早いキノコや白菜、白ネギを入れ、一煮立ちさせてからメインのごっこを入れていきます。ごっこは身と皮だけでなく、肝や胃袋、腸、卵巣の膜、吸盤もすべて一緒に入れてしまいます。いろいろな食感が楽しめますからね。やや強火にし、2、3分で再沸騰したらアクを取ります。具材に火が通ったので、役目を果たした昆布も取り出してあげます。そしてここでごっこ汁のもう一つのメイン具材、ごっこの卵を投入。卵がダマにならないようかき混ぜておきます。一気に郷土料理っぽくなってきましたね。最後に豆腐も加え味付けに入ります。酒、みりん、醤油で下味、メインはめんつゆでベースの味にします。これでごっこ汁の完成です。ごっこの卵が適度に浮かんで、ザ・ごっこ汁みたいで良い出来栄えです。早速お椀に注いでいただきます。それにしても大量にできちゃいました。じゃあごっこ汁いただきます。皮からいただきます。プルプルですね。ものすごいコラーゲンで、全く癖ないですね。食べやすいし美味しいですわ。身の方いただきます。骨も軟骨なんで柔らかいんで、そのままいただきます。うん、身はねちょっとやっぱ旨味があります。あと軟骨が全く気になって全然噛み砕けます。そのままいただきますね。肝ちょっと半分に切って、うん、あんこうの肝みたいですね。やっぱしコクがあってすごく美味しいです。で吸盤はこれいい感じにできてますね。たぶん、うん、プルプルしてますね。意外と吸盤のところは、でも吸盤の付け根のところがちょっと筋っぽいところはあります。でも吸盤自体はすごいプルプルしてて美味しいです。卵もいい感じで、お汁いただきます。うん、美味しいですね。めんつゆが特に旨味の出汁が出るわけじゃないんで、田舎汁みたいな感じですごく美味しいです。今回はごっこ汁を紹介しました。ありがとうございました。奥さんにもごっこ汁試食してもらいます。お、まず皮から。プルプル、プルプル、コラーゲンっていうのが分かります。コラーゲンっていうのが分かる。お肌ツルツルなんで。うん、これはそれなんやろ。吸盤の余りやと思う俺。吸盤いく。吸盤自体プルプルやろ。うん、プルプルじゃなんか生姜の食感いや、その付け根のところがな、筋っぽいところがあるから。うん、うん、身も食べやすいやろ。身もプルプルやん。身もプルプルやね、そう。うん